はいどうもこんにちはキニグライダーです今日は、えー、と昨日発表されましたモンパス月額480円払うことによってモンスターストライク上でさまざまな恩恵を得られますよというサービスが開催されるということでそれについて話していこうかなと思いますでこ,の動画は、えー、とこの動画を見ている人は多分それに入るかどうか迷っている人が多いと思いますので、まあ、そういう人の手助けに考え方の手助けになればいいかなということでもう本当に勝手な持論ですけどそれを話していこうかなと思います で、話すことをあんまりまとめていないのでラジオ動画的な感じで聞いていただけるとありがたいですでもう一番最初に結論になるんですけどあのサービスはモンパスは僕は迷った時点で入らなくていいと思いますであのサービスってどういう人向けのサービスかと言いますともうコンスタントにモンスターストライクに課金してる人向けのサービスなんじゃないかなと思いますそれこそ1ヶ月500円以上課金してる人だったら誰でも得できるサービスですよね えーと、1回、まあ、500円でオーブ5個買えるとしてしたらもう1ヶ月、まあ、1週間、1ヶ月のうち30日のうち7日間石を割れば普通だったら500円でオーブ5個だったところが7個浮くんで500円で7個オーブを買ったことになるのでもうこの時点で得が出るのでまああの課金したオーブも獲得したオーブも全部ガチャに突破するスタミナは一切割らないみたいな。 モンスターコレクション状態の人もいるかもしれないんですけど、まあ、そういう人以外はあの得できるので、これを聞いて、あラッキーみたいな、どうせ課金するし、とりあえずこれ入っとくかみたいな感じに思わなかった人はあの、もうこのサービスは、もうこの時点では僕は入る必要はないんじゃないかなと思います。で、多分、今まで無課金、今も無課金で多分やれてる人っていうのは、まあ、全員じゃないと思うんですけど、 掲示板とかツイッターとかあとはサブアカウントとかそういうのを駆使して、まあ、なんとかスタミナ面は多分工面してるっていう人が多いと思いますので、まあ、別にオーブ1個割れるようになるからって言ってえっ、ー、と、まあ、わざわざ今まで無課金貫けてたところをこうなんだろうそういうのを捨ててまで入る必要はないかなと思います、まあ、迷わず入れる人は多分いいと思うんですけど、まあ、どうしようかなどうしようかなみたいな感じで入る必要はないんじゃないかなと僕は思いますね で多分迷ってる人って2パターンあって、まあ、1パターンはもう星6確定ガチャ多分これの誘惑に勝てなくていや星6確定ガチャ3ヶ月で1回回せるしなーっていうので迷ってる人と、まあ、あとはもう中,中学生高校生でま純粋にこの460円が結構痛いと、まあ、1年換算すればもう5000円超えるしなーっていう考え方でちょっときついっていう人が多分この2パターンじゃないかなと思うんですよでまず一番最初の えーと星6確定ガチャについて話していきますと、まあ星6確定ガチャね、多分知ってる人多いと思うんですけど、この3か月に1回ついてるこの星6確定ガチャって、限定入ってないんですよね。限定が入ってなくて、まあ、工場の星5、6のキャラクターが出てくるんですけど、今、モンタマってあるじゃないですか、モンタマでまあほとんどのモンタマと同じなんですよ、モンタマはしかももう、ワンチャンカグツしとか、限定モンスターに、なんか2体出ますしね。 モンタマの方がいいんじゃないかといったようなサービスなんでまあ1500円で星56が1体出るって考えるとまあ、安いっちゃ安いんですけどまあ超獣神祭1回まあ課金すれば3000円で、まあ、平均多分1体じゃないのかな星56多分1体ぐらいなのでまあ、1500円で星56のモンスターが1体入るってなると、まあ、課金してる側からすると安いっちゃ安いんですけど 限定が出ないっていうのは結構大きいと思うんですよ、モンスターサイク限定モンスター強いんでね、しかもそこそこ多分もう今やれてる人だったらキャラクターが結構揃ってるんで、多分この星56のキャラクター、この星6確定ガチャで、多分迷ってるような層の人だったら、多分被かぶったら、もうむちゃくちゃ多分あのなんだろう、ふざけんなこのクソクサービスを打つ,つみたいな、絶対そういう展開になるんで、僕はもう迷ってる時点でもう入る必要はないと思いますね。 で、2パターン目の480円が高く思ってる層につきましてはごめんなさい、これにつきましてはね、ちょっと僕の方からアドバイスできることはないですね、多分そういう風に思ってる人で中高生ぐらいの人が多いと思うんですけどまあ僕自身、ね、高校時代はバイトできなかったのでやっぱお金がきつい部分がありましたしまあこのサービスにつきましてはまあそこまで無理して入るサービスではないと思いますのでまあ、ここは我慢していいところじゃないかなと思います。 このパターンのやつで1つ思っていることがありまして、えー、とネットとか、ネットまあ、ツイッターとか、モンストのコメント欄とかに1ヶ月480円って考えると、まあ、結構安いと思っているけど、1年間に換算すると5、6000円になるから高くねみたいなだからそういう風な書き込みがあって、まあ、それに結構賛同している人が多くてちょっとびっくりしました。まあ、確かに5、6000円って考えると、まあ、確かに高い,高いですよ。高いですけど1年間 契約してててるるってことはモンススターストライク1年間遊べてるんですよで、まあ、5 6五六千円って考えると、まあ、ゲームゲームで考えると、まあ、PS4 とかのソフト1本6千円とか7千円とかするんですけど、まあ、もう最近の PS4 のゲームとかでも,もう6千円0 7 0円払っても本当もうクソゲークソゲーがいっぱいあって1週間も遊べないみたいなそういうのザラにあるんで6千円払って1年間もう1年間遊べてるっていうことはもうしゃぶり尽くしてますからねこんなんもう。 1>, 1年間遊べてら、6000で1年間遊べたら、もう、すごく良くないですか <laughs> ちょっと、あの、語彙力全くないですけど、すごく良くないですかねなんか、そういうコメントの賛同とかもすごく多くて、もう日本人の人は、もうスマホゲームやってる人が最近多くなってしまって、まあ、やっぱゲームイコール無料という考え方の人が多いのかなと思って、ちょっと、僕は少し悲しくなりましたお。おじさんみたいですけどね、まあ、おじさんなんですけど、 まあよかったらね、PC、PS4 のゲーム、よかったらやってみてください。待ってます。ですいません、ちょっと話がだいぶんずれてしまいましたね。でまあここまでの話をまとめますと、星6確定ガチャ、あとは金銭面的なところで迷ってる人は、とりあえず迷ってるうちはもう入らなくていいと思います。でモンスターサイクルにもっとかけたいみたいな、ちょっと多少犠牲にしても、お金とかもね、多少犠牲にしても、ちょっと頑張りたいって入り、入るって思ったときに、 入るサービスだと僕は思いますまあそれまでは無理してまで入るサービスではないかなと思いますでまああと何のあれがあったっけな称号か無課金税の人とコーナーで差をつけろってやつかなでまあ僕称号につきましてはいつも笑顔の自作警備員みたいな感じでもうガバガバですし全くいじってないので、まあ、正直そんなに興味はないでもまあ出たらあのカスタムしますけどまあこれだけのために入る人っていうのは ほとんんどいないいなななじゃないのかな、まあ、モンスター頑張ってあの称号手に入れましょう。称号じゃないなあの枠か枠を手に入れましょう。であとは経験値か、まあ、経験値につきましては、まあ、僕ランク上げ正直全く興味ないので、まあ、経験値の恩恵につきましてはそこまで興味ないんですけど、まあ、なんだろうねランク上げの人はランク上げガチ勢の人は入るんじゃないですかね。まあ、僕なんかが言わなくても多分もうこの時点でもう俺は入るって決めてると思うんですけど。 あとはなんだっけ初心者パックについてくるあの亀,亀くえあえ経験値がむちゃくちゃもらえる亀食えになんかゲストとして参加した時に、まあ、ちょっと経験値がもらえるみたいなのがある,とあるらしいんですけど、まあ、それにつきましては本当ワンポイントですしもらえる経験値ものまだ1回分とか,なんかそんな次元なので、まあ、それだけのために入るっていう人はほとんどいないと思いますけど、まあ、ランク上げを頑張ってる人は。 入入っていいいいココンテンンンテテツツななななんじゃないかとと迷わず入るべきなコンテンツだと僕は思いますで、あとは、x プラグストアの恩恵か。あれにつきましては、ちょっと僕はよくわかんないですね。予約なしで入れるようになるらしいんですけど、結構ね、なんか x プラグストア混んでるらしいので、それが予約なしで入れるっていうのは結構大きいのかな。かこれにつきましてはちょっとわかんないので、もうノーコメントといった感じで。まあ結論としましては、もう何回も言っている通り。 迷ったら入る必要はないいと思います今後、あの、モンパスのね、サービス自体も、なんか結構いろいろ特典も追加されるらしいので、まあ、その時にすごくいい特典がついたりした場合に、まあ、その際に入るとかね、まあ、そんなんでも全然いいと思います。入りたいと思った時に入るべきだと思います。まあ、どうしようかな、みたいな、そういう段階では無理してまで入る、今の段階では無理してまで入る必要ないかなと、個人的には思うサービスでした。ということで、 この動画はこの辺で終わろうかなと思います。よろしければチャンネル登録とよろしくお願いします。ここまでね、9分ぐらい経ってますけど、ここまで見てくれた方はありがとうございました。またよろしくお願いします。では。